当時。当時は、京都市南区九城町にある、当時新言宗の仏教人員。当時は、新言宗の根本道場であり、新言宗全体の総本山である。京王五国寺、京王五国寺とも呼ばれる名称については、次後の不死を参照。三号は、八幡山。本尊は、薬師如来。寺門は、雲慶門、当時雲。 当時は、平安慶鎮護のための漢字として建立が始められた、あと、佐賀天皇より、空海、弘法大使に可しされ、神言密教の根本道場として栄えた。中世以降の当時は、弘法大使に対する信仰の高まりとともに、お大使様の寺として、庶民の信仰を集めるようになり、21世紀の京も、京都の代表的な名所として存続している。昭和9年、 1934年に国の史跡に指定、平成6年1994年12月には、古都京都の文化財として世界遺産に登録された。この寺には、当寺及び、京王、五国寺という二つの名称があり、百科事典等でも、当寺を見出し事とするものと、京王五国寺を見出し事とするものもある。さらに正式名として、 金光明四天皇教王五国寺秘密伝法院と、弥勒八幡山総寺不元院の二つの名称がある。宗教法人としての登録名は、教王五国寺である。教王とは王を教化するとの意味であり、教王五国寺という名称には、国家鎮護の密教寺院という意味合いが込められている。宗教法人としての名称が、教王五国寺であるため、寺内の建造物の国宝、 重要文化財指定漢方国字の名称は、京王ご国字五十等等となっている。ただし、当時も単なる通称、俗称ではなく、創建当時から使用されてきた歴史的名称である。平安時代以降近世まで、公式の文書、記録等には原則として、当時という表記が用いられ、それが正式名称であり、京王、ご国字という古称は特殊な場合以外には、用いられなかった。 平安時代の公式の記録や信頼できる文書類には、京王、五国寺という名称には、一切見えず、すべて、当時である。正式の文書における、京王五国寺の書室は、人治元年、1240年である。郷田天皇神官の国宝、当時交流上場事書、延京8年イコール1308年、郷田天皇神官、荘園敷地新入場。 豊臣秀吉が2030国の治療を認めた天正19年、1591年の主因状など、寺の歴史に関わる最重要文書にも明確に当時と表記されている。現代においても、南大門前の石柱には、新温州総本山、当時とあり、南大門、北大門、慶賀門などに掲げられた寺名入りの町陳には当時とあり、 宝物館の名称を当時宝物館とするなど、寺側でも通常は当時の古称を使用している。本校では以下当時の表記を用いる。八世紀末、平安系の正門にあたる羅城門の東西に当時と西寺という二つの寺院の混流が計画された。これら二つの寺院は、それぞれ平安系の左京と右京を守る王鎮護の寺、さらには、 東国と西国とを守る国家鎮護の寺という意味合いを持った管理寺院であった。南北朝時代に成立した当時の記録書、東方記によれば当時は平安系戦闘後間もない延暦15年796年藤原伊勢人が造寺長官建設工事責任者となって建立したという藤原伊勢人については 公式の司書や系府にはその名が見えないことから、実在を疑問視する向きもあるが、当時では、古くからこの796年を創建の年としている。それから二十数年後の公認十四年、八百二十三年、新言衆の宗祖である空海、工房大師は、佐賀天皇から当時を給あずされた。この時から、当時は、国家鎮護の寺院であるとともに、 新言密教の根本道場となった。当時は平安後期には一時期衰退するが、鎌倉時代からは、皇后大使信仰の高まりとともに、お大使様の寺として、皇族から庶民まで広く信仰を集めるようになる。中でも空海に深く敬したのは、後白河法皇の御子である、千明門院であった。千明門院は、霊夢のお告げに従い、当時に莫大な荘園を寄進した。 また、生みとも、精進区、空海が、今も生きているがごとく、毎朝食事を捧げる儀式や、御英雄、三重区、毎月二十一日の空海の命日に供養を行う、などの儀式を創始したのも、せに明らもにんでった。空海、工房大師が、今も生きているがごとく、朝食を捧げる、生みともの儀式は、二十一世紀の今日も毎日早朝六時から、 当時の三院三陰堂で行われており、全南全女が参列している。また、毎月21日のご英具の日には、当時境内に骨頭師が立ち、工房師、工房さんとして親しまれている。中世以後の当時は、郷宇田天皇、後大醐天皇、足利高氏など、多くの危険や、異性者の援助を受けて栄えた。文明18年。 1486年の火災で、主要道島のほとんどを失うが、豊富や徳川家などの援助により、近道、五重塔などが再建されている。何度かの火災を経て、当時には創建当時の建物は残っていないが、南大門、近道、高道、直道が南から北へ、直線に整然と並ぶ、仮覧配置や各建物の規模は平安時代のままである。なお、 当時の執行は、代々にわたって、空海の母方の叔父である、後大谷の子孫が、公認十四年、八百二十三年から千八百七十一年、明治四年まで務めた。昭和九年、千九百三十四年三月十三日に、史跡に指定、平成六年、千九百九十四年十二月には、古都京都の文化財として、世界遺産に登録された。 他方、当時の中心道具で、初道道のうち最も早く建設が始められ、当時が空海に可視された、公認14年、823年までには、完成していたと推定される。当初の道は、文明18年、1486年の土一期で、消失し、その後一世紀近く再建されなかった。現存の建物は、慶長8年、1603年、 豊臣秀頼の寄身によって再建したもので、武行として片桐勝元が任に当たった。入りもや造本川らぶきで、外観からは二重に見えるが一重も腰付きである。建築様式は和洋と大仏様、天竺様が併用され、抜きやさしいひじきを多用して高い天井を支える点に、大仏様の特色が見られる。内部は広大な空間の中に、 本尊の薬師如来座像と日光菩薩、月光菩薩の両脇地像が安置されている。重要文化財。近道の背後、北に立つ。当時が空海に可視された、公認十四年、八百二十三年にはまだ、混流されておらず、天朝二年、八百二十五年空海により、着工、上和二年、八百三十五年頃完成した。当初の道は、文明十八年。 1486年の土一期による火災で焼失し、室町時代の円徳三年、1491年に再建されたのが現存する行動である。炭素入りも屋作りで純和用である。近藤が県境系の薬師如来を本尊とするのに、対し、行動には、大日如来を中心とした密教尊を安置する。すなわち、趣味団中央には、 大日如来を中心とする五体の如来像、五仏、五地如来、向かって、右、東方には、金剛原三ら菩薩を中心とする五体の菩薩像、五大菩薩は、五菩薩、向かって、左、西方には、不動明王を中心とした五体の明王像、五大明王が安置されている。また、趣味団の東西団にはそれぞれ梵天、大石天像、 趣味団の四隅には四天王像が安置されている。以上、全部で21体の彫像が整然と安置され、勝間曼荼羅、立体曼荼羅を構成している。これら書物は、日本最古の本格的な密教彫像であり、空海没後の上は6年、839年に海岸供養が行われているが、俗日本語機、全体の構想は空海によるものとされる。 21体の仏像のうち、5、2つのすべてと五大菩薩の中尊像は、室町時代から江戸時代の補作であるが、残りの15体は、行動創建時の像である。これら21体の仏像の表す、具体的意味について、かつては、仁王行に基づく勝馬曼荼羅であると説明され、仁王行と混合解放とを融合したものとも、説かれるが、空海の真意が何であったかについては、 様々な解釈があり、定説を見ない。行動安置の仏像一覧、行動の広報、境内の北寄りに立つ。初代の食堂は、空海没後の9世紀末から10世紀初め頃に、かけて完成したと推定されるが、文禄5年、1596年の地震で倒壊。2世紀以上後の完成12年、1800年に、ようやく再建工事が始められた。 この江戸時代再建の食堂は、昭和5年1930年に火災で焼失し、現在の建物はその後の再建で、昭和9年1934年に完成したものである。旧本尊の千珠観音立像はこの時の火災で、焼損したが、昭和40年1965年から修理が実施され、現在は寺内の宝物館に安置されている。 現在の食堂には、明鎮常尾作の十一面観音像が本尊として安置されている。国家宝。当時のみならず、京都のシンボルとなっている塔である。高さ五十四点八メートルは、木造塔としては、日本一の高さを誇る。天朝三年、八百二十六年空海により、創建着手に始まるが、実際の創建は、空海没後の旧世期末であった。 来火や不審火で4回消失しており、現在の塔は5代目で、寛永21年、1644年、徳川家光の寄身で建てられたものである。初重内部の壁や柱には、了海万奈良や新言八祖像を描き、趣味段には新柱を中心にして、金剛会四仏像と八大菩薩像を安置する。新言密教の中心村であり、 金剛会五仏の中村でもある、大日如来の像はここはなく、新柱を大日如来とみなしている。書物は、寛永20年、1643年から翌年にかけての作で、江戸時代初期の作風を伝える。八重内部は、通常非公開だが、特別に公開される場合もある。北にある池は、京丹地といい五重島と共に、 四川海遊式庭園の要素になっている。初茂内部のアンチ仏像は、以下の通り、菩薩像の像名は自伝による。国宝。かつて空海が重望としていた、境内西北部の、西陰、西サインと呼ばれる一角に立つ、住宅風の仏像である。前、道、後道、注文の三部分からなる、複合仏像で、全体をひわだぶきとする。昭和33年。 1958年の国宝指定時の名称は大主堂であるが、寺では主に三影堂の名称を用いている。当初の堂は攻略元年1379年の火災による消失後、その翌年にあと部分が再建された。十年後の明徳元年1390年、工房大師像を安置するために北側に前堂、その西側に注文が増築された。 あと同、南側には、空海の年次物とされる、不動明王座像、国宝、旧世紀を安置する。厳重な秘物で非公開であるが、日本の不動明王像としては、最古の作例の一つであ。北側の全道には、工房大師座像、国宝を安置する。この像は、当時の親元の依頼により、天伏元年、1233年、 文慶の四男交渉が制作したもので、空海の弟子の神女が描いた空海の肖像とほぼ同じと荒れている。この像は、庶民の信仰を広く集めており、像の前では、毎朝6時に、お大師様に朝食を捧げる。生身とも、精進区が取り行われ、多くの参拝者が集まる。北大門を出て、串毛工事を進んだ左側に、洛南高等学校。 附属中学校がある。建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、転籍、古文書。建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、転籍、古文書、歴史資料、考古資料転居、2000年、平成12年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館、所有者別総合目録、名称創作員。 統計資料、毎日新聞社、2000による。以下は、当時急増で、第二次大戦後に、寺の所有を離れた、国宝、重要文化財である、国宝、重要文化財指定後に寺を離れたものに限る。国宝、重要文化財、当時伝来の文書文のうち、下記が、国宝、重要文化財に指定されている。当時百以下三件は、 第二次大戦後に京都府及び京都大学に譲渡されたもの。滋賀県所有分は江戸時代に流出したものである。毎月21日は工房大使の縁日とされ工房誌が開かれる。この誌は俗に工房さんと呼ばれて親しまれており、特に12月21日の姉妹具法と1月の初具法は多くの人々で賑わう。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。